袖子の棚田、袖子の棚田は、京都府京丹後市丹後町袖子の海岸段球場に、形成された棚田。日本の棚田百選に選出されている。2007年に放映された NHK のテレビドラマ、おとんの宝物の舞台となった。不整形なたが連なる、袖子の棚田と日本海棚田の中に集められた袖子の、祈願地蔵丹後半島は、夏の日照時間が長く、冬は、 短い日本海側気候の特徴が顕著で、冬の降雪は多く比較的温暖な北陸、山陰型に属する。袖地は、丹後半島の最先端部にある丹後町、宇川地域の東端に位置し、袖地の棚田は、京が三崎から、久美浜湾にかけて連なる海岸段丘のうち、約13万年前の海新期に形成された、中意面に広がる。 海食台が形成後の地殻変動で流気するとともに海面が低下したことよって形成された。この海岸弾球は、宇川東部の袖市から中浜にかけて幅が広く、海深堆積物は厚さ10メートル以上ある。弾球面高度は袖市の京上先付近が最も高く約40メートルあり、そこから、久美浜湾周辺の5から10メートルの高さまで全体に 東から西へ、緩やかに低下する。この地形に沿い、集落東端の落ち川を境に、棚田高度の低い西に向かって、水を引き、展開している。大きく4段の段球に形成された棚田の広がる、地点の標高は20から100メートルあり、棚田の傾斜は10分の1程度である。棚田からは眼下に、袖地集落と日本海を望むことができ。 この海と集落と棚田が調和する珍しい景観は1999年に日本の棚田百選に認定された背景に日本海の水平線に沈む夕日が入り込む風景は特に美しく収穫した稲を稲木にかけて天日干しする風景も現代では貴重であるという集落は北側に日本海南側に棚田の広がる暖球とその背後に 山がそびえ立つ、海と山に挟まれて東西に細長く展開し、2021年現在で80個ほどが居住している。袖市の棚田は3つの団地を形成しており、落ち川と関地川に挟まれた東部、関地川と中川に挟まれた中央部、中川以前の西部に分けられる。土質がよく収量が多い枝は、東部と中央部に多いとされる。 水田と水田の段差は7 0センチメートルから8 0センチメートルあり、のり面は石積みよりも土歯が目立つ。下記の日本海は比較的穏やかであり、水田が海水を被ることがないため、段丘外科の海岸近くにも小規模な水田が開かれている。1975年の袖市の棚田国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成棚田の工作面積は2017年時点では12ヘクタールで400枚の田が工作されており、袖シの農業はほぼすべてこの棚田に依存するものとなっている。袖シでは平均して1個あたり2タン5セほどの田を所有し、おののが自家で消費する米を生産していたが、口実する。 昭和中期以降の企業の発展や少子化に伴い、工作者の高齢化が進み工作放棄された田は2014年年時点で全体の約20%に当たる。落ち川から水を引く棚田の水路袖市の棚田の水源は袖地を流れる5本の川のうち最も東に位置する落ち川で棚田の間東寄りを流れる。地下水はなくこの川が 唯一の農業用水となっており、水路はすべての棚田に必要な水が行き届くよう、勾配を考慮した緩やかな流れとなっている。それぞれの棚田へ水を送る、この農業水路を袖市では、イネと呼ぶ。イネは、川と書く、家が所有している棚田を結んだ水路システムで、この維持管理は、棚田の面積に応じて、棚田の所有者が共同で出資し、水利権を得る仕組みを取る。 袖シの棚田は全体的に水はけが良く、ジルタと呼ばれる水はけの悪い田は全体の1割程度にとどまる。水路の草刈りや保全整備は稲揃えと呼び、その水路に属する棚田の持ち主が共同で定期的に行うことが定められている。数ある稲のうち最も長い水路は袖シと西隣にあるオア集落をつない田オア稲で、 東の袖市から流れてきた余り水が、オアの田の農業用水となる。このため、袖市の田で昇雨などにより水不足に陥っても、稲作に支障がないよう、通常、オアの集落まで流れる水も途中で二十数カ所の取水口から分流させ、袖市の棚田に水を供給した。オア稲は、緊急時の防火用水としても利用された。棚田の水源については、 1961年頃に、京画岬崎分屯基地の飲料水として、この農業用水が流用されたため、棚田の西側にあたるオア地区では、用水が不足することとなり、宇川から水を引く事業が行われた。日本における棚田の歴史は、アスカ時代以前に遡る。当初、稲作のための水田は、平坦な盆地ではなく、その周辺の丘陵や山脈を刻む。 小規模の谷に形成されたものと見られる。文献における最古の記録は、高野三文書によれば1338年の県中町や1406年の総会前学道修羍技療伝寄進場に棚田の文字がある。袖地では室町時代の大英年間に約20個が農業をしたと記録されている。この農地が棚田であったかは明らかでないが、袖地の農地は、 棚田の他になく、1960年代から1970年代には、コシヒカリのほか、アサイ4号を生産した。1965年頃までは、裏作として麦も作付けし、春に出荷していたが、1970年頃には、出荷するために生産する、農作物は、米中心となった。第二次世界大戦後は、袖地全体で年400票の米を出荷した。 カナダの最大枚数は600枚を数えたが、1970年代には出荷は年に100票にまで減少している。この急減の背景には企業がある。袖地は伝統的に反応反漁の村であったが、漁業の不振に伴い、昭和30年代から漁業から企業に転業するものが現れ始めた。単語地方の地場産業である単語地理名をはじめとする、 企業の最盛期は昭和40年代で、周辺に企業者が増えるにつれ、農を営む家からも企業に転じるものが増えていった。その企業者も2016年頃にはわずか3件程度が残るのみであるが、1970年頃には若い世代は多くが企業を選び、農作に携わる者はほとんど高齢者となっていた。工作放棄地や急校電が増え、 棚田の枚数は二十一世紀初頭の時点で四百枚まで減少している。浮川加工所が開発した袖市の棚田米を原料とする八大米クッキー二十一世紀の袖市では過疎と農業従事者の高齢化による担い手不足からの休校年の増加や日本ザルやイノシシなどの有害鳥獣による農作物の被害が増加し、中山間地域と直接支払い制度を活用して、 設置した防護柵や電気柵の管理などの共同での取り組みなくしては生産が続けられない状況にある。京都市内の大学や都市住民らと連携して2010年から始まった棚田再生プロジェクトはこのような状況を受けて発足した袖下灘。保存会が工作放棄された棚田の一部を管理し田植えや稲刈りに数十名のボランティアの受け入れを行うものであった。 当初は、もち米を栽培し、田植え稲刈り、収穫祭のプロセスを通して、住民や地元企業が都市部の大学生や緑のふるさと協力隊と共同した。2015年には、京都生協と、不モデルファーム協定を締結した。生協は、田植えや稲刈りなど、工作者の高齢化によって、困難となった作業を支援し、収穫した米は、袖地の棚田米として販売した。 生産された米はコシヒカリである。袖市の棚田米やその米ぬかは、地元、宇川の女性グループで結成された、宇川加工所のクッキーや発体粉などの商品にも活用され、主力商品の一つとなった。ありがとうございます。